業務連絡いたします。毎週に売り場までお願いします。どうしたの、元気ないじゃん。いや、今新しい業務やってるんだけど、なんか仕事に壁感じちゃって。まあ最初は仕方ないよ、どんまい。ありがとう。それにさ、最近なんでもかんでも値上がりして、家計のやりくりもなかなかうまくいかなくて、もう壁だらけだよ。まあね、仕事の壁は応援するしかないけど、家計の壁にはアドバイスできるかも。何何、お願いします。パートやアルバイトで収入が年間103万とか130万とか超えると手取りが減っちゃう的な噂あるでしょ。もちろん知ってる。いわゆる年収の壁でしょ、うん、私すっごく意識して働いてるもん。じゃあこれも知ってる。103万円を超えた場合、所得税が発生するっていうんだけど、手取りが減っちゃうほどの額じゃないんだよ。そうなの、うん、知らなかった。あとうちの会社従業員70人ぐらいじゃん。確かそれくらいだね。この規模の会社だと今年の10月からは130万じゃなくて106万円を超えたら保険料負担が生じるようになるんだって。ますます稼げなくなるじゃん。そう、私も最初知った時そう思ったんだよね。でも実はね、会社の協力が必要ではあるんだけど、一定以上の額を気にせず働いた方が長い目で見ると生涯の世帯収入は増えるって言われてるらしいよ。本当に、うん、なんか気になるな。ほら最近時給上がってるでしょ。シンプルに長い時間働いた方が稼げるし、この前話したように将来もらえる年金も増えるしね。なるほどね、うん、それなら年収の壁突破しちゃおうかな。あ、そうそう、前に話した正社員になりたいって話も課長に伝えたらありだって言われたんだよね。すごい、やったじゃん。正社員になるのはもちろん、パートやアルバイトのままでも壁を越えて働いた方がいいみたいだよ。年金って2階建て構造になっていて、国民年金プラス厚生年金ももらえるから金額も大きくなるの。なるほどね、2階建てか。思い出しちゃうな、家のローン。いやいや、そういうことじゃないし。ちょっと待って、時間、あ、やばいやばい、あ、そうだ、仕事戻ろう。はいはいはい、やばい、あ、ちょっと待って、早く早く、はいはいはい。